ニュースマグビです。4月13日夕方6時過ぎ、東京ディズニーランドのエントランスに行列ができました。そこには市川海老蔵さん親子に辻のぞみさん一家、滝川クリステルさん、ナイナイ矢部博之さん一家、高島彩アナとゆずの北川悠仁さん、小倉智昭さん、元冬樹さん、藤田ニコルさん、吉岡里帆さんなどなど芸能人がずらり。この日は35周年を迎えるディズニーランドのプレビューナイトで、スポンサー関係者や芸能人など数百人が招待されていたとのことです。昭恵夫人を伴って渡米した安倍首相。実は安倍首相は昭恵夫人のアメリカ行きを望んでいなかったようです。官邸関係者によると、昭恵夫人が同行すればそんな暇があるなら記者会見をやれという声が高まるのは必至。総理は昭恵を連れて行かずに済む方法はないかと悩み、一人で訪米したいとアメリカ側に打診したようですとのこと。しかし独身の場合を除けば首脳の訪問は夫婦同伴が基本。打診は却下され、安倍首相はがっくりしていたそうです。これまでグラビア誌の表紙を幾度となく飾ってきたスーパーガールズ浅川奈々さんがついにブルーレイ DVD を発表。お待たせしましたというタイトルで4月27日にリリースします。本作のロケ地は浅川さん本人も初上陸だというバリ島。太陽がさんさんと降り注ぐ南国リゾート地で、髪をなびかせながら砂浜を歩いたり、プールで浮き輪に乗りはしゃぐなど様々な姿を見せています。大人と子供の狭間にいる彼女の独特の表情、必見です。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。